Thank you. やべえ、鍵忘れた。あー、鍵忘れた。多分人生で一番ヤバめなエレベーター。え、なんか汚れてね、中古ですか？巡り合わせってマジすごいなっていうか、最近思って、なんかいろいろこのなんかソサイティの形とかおかしいなっていうのをすっごい悩み始めた時期に、バーバーショップに行ってデニスに出会って、バーバーのヘアカットしてくれた人ね、でその人が教えてくれた、人のね、セイピエンっていう、セイピエンズっていうブックなんですけど、 A Brief History of Humankind、 これをねぜひね読んでほしいって言われて、で言われた後にね、テッドトークショーでね、彼がね、喋ってるね、動画があって、それを見た時に、わぁ、なんてこの人は、なんだろう、ポイントをついてるっていうか、すごい聞きたかったこと、僕がすごい聞きたかったことを話してて、なんか、パッと、ひらめいたっていうか、本当に、あ、この人の本ちょっと読んでみたいなと思ったんで、ちょっと買いました。みんなもね、ちょっと、僕もね、ちょっとこれから読んでみこうと思うんでね、時々ね、これについてのね、話題もちょっと触れたいと思います。Oh my gosh, it doesn't look that good on the video either. No, they are dying. It's getting black and everything. I think I've never... From this side, it doesn't look that bad. Like, where I'm looking at it. 人生初めてかな。Do you think... I don't know if I ever got roses before. I think I got one. I think you got one for me on Valentine's Day one. Yeah. But to be honest, like...This is like the only time you should ever get me roses. Like, oh, that's saying a lot. Reminder になるんですけどね、8月23日からね、EF サンディエゴで1名様にね、2週間のね、留学が当たるキャンペーンをね、やってるので、概要欄の方に貼ってるので、そこから応募していただけるんですけど、その締め切りがね、もうすぐ終わるということで、ぜひね、応募してない人は応募してください。2週間ね、僕も行くんで、そこで、なんだろ、ちょっとした撮影一緒にやったりとか、僕が編集してる方法とか教えれればなと思います。本当にカメラとか持ってなくても、携帯とか iPhone とかで今の時代はね、いくらでもかっこいい動画作れるんでね、そういうのをね、うまくね、使って、まあ、動画のね、撮影一緒にね、サンディエゴでできればなと思ってます。綺麗な海、綺麗なビーチ、綺麗な空。ああ、もう夏が恋しい。こっちの方にね、引っ越してきてね、ずーっとね、エアマットレスで、寝てたんですけど、やっとね、ベッドが届いて、昨日ね、8時間ぐらいかけてケイラと一緒にね、組み立てがやっと終わってね、とうとう、ベッドで寝れるようになりました。しかもね、めちゃめちゃ機能性も良くてね、見てください。ドゥルン。 You have so many stuff here. Your laundry. 収納とかもちゃんとあって、まだまだね、荷物ね、整理しないといけないんですけど、ここにも、本とか、まあいろいろちっちゃい収納スペースもあって、ベッドのね、頭のところにもあって、優先probably cleaner than yours. That's true. Let's see what you got. Oh, you have crystals and stress relief. What's this? Promist. Some notebook journals, right? Mm-hmm. Oh, you should show them my crystals. Crystal. A lot of people that on my channel like crystals. I don't know about your channel. Probably not much. I mean, I showed the biggest crystal. I have so many crystals. I never knew that you collected this much, actually. Really? No. Yeah, I have a lot. Because at the old place, had to keep a lot of them in drawers. Right. Because I didn't have space to put them. Yep. And then I put them all in the closet, and I think that's when I realized I had so many. Right. Like when I put them in the closet here, I was like, holy shit. Like, there's a lot. Yeah, you have a lot. And but everything you picked is very unique and cool. Personally,
perfect, and that's what I like about it. Yeah. Like, they're not, like, super, super perfect. Like, they're very rough, like, raw crystals. こちら、お気に入りのカメラのアートワーク。もっとアートワーク増やしたい。ここはね、まだね、デコレーションできてなくて、今のところの予定では、そこにミラーをつけて、ここは僕のクローゼットなんですけど、でも綺麗じゃないですね。で、そこのね、上のところにも鏡を買って、And I want to put some floating shelf, right? And put camera or something. Yeah. 僕がコミュニティカレッジにいた時の成績表がね、届いて、アメリカのね、大学の成績のなんだろう、付け方みたいなのがどんなのか、まあ、日本と同じなのかな、わかんないですけど、まあ、知りたい人もね、少なからずいるのかなと思ったんで、ちょっとね、シェアしたいと思います。まずね、グレードは A から、F まであって、 A はグレードポイントが 4A マイナスが 3.67、 B プラスが 3.33 以上で、 B が3以上、 B マイナスが 2.67 以上で、 C プラスが 2.33 以上、 C が2、C マイナスが 1.67、 D プラスが 1.33、 D が1、D マイナスが 0.67、F が0。ただコミュニティカレッジっていうのは結構簡単、一クラス以外は僕は正直簡単。時間を使ったら全部の教科で A を取れるっていうような感覚。本当に学校終わって図書館が僕のなんかお気に入りの場所じゃないけど、本当に授業終わったらすぐ図書館行って、そこで時間潰して勉強してるみたいなのが、コミュニティカレッジの最初のね、1、2年の留学の時期でしたね。2016年の秋学期、これが一番最初ですね、が Introduction to Computers A、 Elementary English 2 A、 Responding to Emergencies A、 Basic Math Skills A、 Body Conditions A、 Weight Training A、 Gaining Power in Co-Reading A。 1学期は全部 All A です。で、その次、Spring 2017年、 Intro to Creative Problem Solving A、 Intro to Camp and US Culture A、 House Science Coaching A、 Survey of Mathematics A、 Intro to Sports Management A、 Athlete Training B。 ここで初めて B になりましたね。で、その次、Summer Microeconomics。マジで嫌いだった、エコノミックス。マジでね、難しかった、確かに。今もう一回取り直したいなってめちゃ思う。その時、勉強してた時はあんまり興味なくて、ビジネスとかに。あんまりね、やる気なかったんですけど、まあ一応 B 取って、カレッジコンポジション B。Fall 2017年、Human Anatomy and Physiology。これがね、一番難しかった。もう本当に、半分以上の学生がドロップアウトしてて、クラスから。みんな苦労してた、本当に。今でも覚えてる。ずーっと図書館が閉まるまで、夜中の12時とかまでずーっと図書館にいて勉強してた思い出が今でもある。 B を取りましたね、これも。 Natural and Social Science A minus、 Sport Marketing A minus、 Principles Personal Training B plus、 Elementary Spanish A minus、 Intro to Financial Accounting B minus、 Western Art History A、 Children's Literature AStatistics B、 Sport Management Internship A、 Personal Training Experience B、 Sport Facility Management B Plus。 トータルの、GPA は 3.42 でした。4がマックスで、3.42 っていうのが、僕のね、カレッジ最初のね、1、2年の成績です。めちゃめちゃ良かったと思う、 3.42 って。多分もうちょっと頑張ってれば3点、だから 3.6 とか 3.8 ぐらいになってくると、おおみたいな、なんかそれこそ IB リーグお金あったら目指せるみたいな。あと勉強してるね、科目がちょっと僕はスポーツ系だったんで、ちょっと特殊っちゃ特殊だったんですけど、僕の学校からもね、コロンビア大学に進んだ人も結構いるんで、意外と最初に 1,2 年はコミュニティカレッジっていうところに入って、その後ね、行きたい4年生の大学に編入するっていうのもね、めちゃめちゃみんながよく使ってる方法で、まあいいことはまず学費が安いで、授業も結構簡単じゃないけど、まあ進めやすいっていうのと、コミカレって結構
クラスとかがちっちゃかったりするんで、先生とか、学生とかともすごいコミュニティがあまり大きくないから仲良くなりやすいっていう、いいこともありますね。一発目からお金もあって、で、本当に4大の基準としてるトーフルのね、レベルが取れるんだったらそっちに入っちゃうのもね全然いいと思うんですけど、なんか違う州にね学校行きたいとか、2年間で学校変わっていろんなね経験を積みたいとか、違うカルチャーを味わってみたいとかいう人であれば、まあ違う州の、ね、コミュニティカレッジ行って、違う学校の4年生の大学にトランスファーするっていうねやり方もね全然ありだと思います。僕はねそこまでいきなり4年生大学に入って4年間学費を払う経済力はなかったし、あとTOEFL のね点数もねそこまで僕最初は高くなかったんで、コミュニティカレッジに入ったんですけど、でもそこに入ってなかったらケイラとも出会ってないし、他のねコミュニティカレッジで出会った友達とは会ってないんで、そこを通ってきたからこそ今の自分があるんで、それねすごい、なんだろう、物事には全て理由があって起こってるんで、僕は全然 GCC でよかったし、 GCC の学生で誇りに思ってます。はい、 Guess my GPA overall GPA 2.5 2.5 I would tell you I spent so much time studying when I was there, studying yeah, hard. That's probably why we didn't meet. Yeah, because you are playing, not playing, but like party. I was in the library only a couple times. Oh my gosh, that was my place. That was my go-to place. Oh. Study there. That's crazy to me. I went to GCC, she went to GCC, but we never meet there for 2 years there. That's crazy. But we knew Termi, which was the mutual friend, and Tyler's girlfriend now. And we knew Lisa. Yeah, Lisa. And Tori. You knew Tori? Kenti. Yeah. You knew Tori? Yeah. What the I don't think I've talked to her much when I was you there. You knew her, probably. Yeah. But basically, I knew pretty much all friends that she knew, but not her. That's crazy. Wow. Wait, so what was your GPA? 3.42. Oh wow, that's really good. I really try to get it 4.4. It's hard though. That's really good though, considering you are from Japan, you know? Yeah, I know. Like, it's really, really difficult for foreign students to excel in like a different country. That's true. Because like, if I were to go to Japan, even if I knew the language, yeah, it would probably be so much more difficult for me to for learn. Sure. So, what was your GPA? I think it was like 3.0 or something. Yeah, around there. It really doesn't matter if you're not gonna use that GPA for next steps, you know? Yeah, I dropped out. Yeah. 大学ってやっぱり守られてるコミュニティですごい安全な場所なんですけど、そこ卒業して、で、なんか卒業したからってなんか特別ななんか気持ちににはなんなくて、とにかくなんかとりあえずやっと終わったみたいな、早く終わらせたかった、大学卒業したかったんで僕の中では Bless you ですごい、まあ、なんだろう、僕的にはアメリカに来ることがなんか一つの目標でもあって、留学をしたいっていうのはすごいあったんですけど、それよりかどっちかというとベンとかタイラーとかと一緒に過ごしたいっていうのが一番最初のアメリカに来た理由なんですよね。でそれと同時に英語で僕の興味のあることを勉強すれば一石二鳥だなっていうのもあったし、まあ、それでねアメリカで生活し始めて、ケイラっていうね本当に大切に、思える相手を発見してっていうかと出会って、こうやってね生活して、こうやってねアメリカでね生活できてることが僕にとっての、まあ、今の一番の幸せなんで、留学した価値は僕にはもう 100% あったし、これからもねアメリカでの生活をねすごい楽しみにしてるし、いろんなことをやりたいことがいっぱいあるんで、ね、それをやっていこうと思ってるんでね、まあその中にね YouTube もこうやって投稿していく僕のライフスタイルを
動画にしていくっていうのはね、これからも続けていくし、留学に行けない人っていうのも僕はいっぱい見てきてるんでね、その人たちがね僕の動画を見ることによってね、ちょっとでもねアメリカにいるような感覚になれればなっていうのも一つ、あって YouTube やってるんでね、これからも応援よろしくお願いします。そしてねミリオンフォロワー行くんで、あとカップルチャンネルも僕らもそちらの方も応援よろしくお願いしますってな感じでね、この動画が良かったらいいねとチャンネル登録お忘れなく。では次の動画でお会いしましょう。またね。ピースバイバイ。